はい皆さんこんにちは白もです。来週っぽい何か今回20回目を迎えましてねいやはやなんだかんだいつも10分ぐらい喋ってるんで10分かけるとですね、まあ、合計したらえっ、ー、と20回ってことやからこれで3時間20分ぐらい喋ってることになるんですねいやーこれをちゃんと触れて聞いてる人は3時間無駄にしてるってことっすよ。<laughs> <laughs> まあそんな置いといてですねえー、っといつも実はねちらっと概要欄の方に質問箱を設置しててまあ10回に1回ぐらいのペースでたまればたまってたらね質問を返そうかなっていうぐらいの感じでやってるんですよ、まあ、今回は20回目でたまってるんでやろうかなって思いますそれでは1つ目 でこれでこ,うこうした方がいいか。こう。一 <laughs> つ目なんでそんなに人に優しいのですけけですね。かですね、ちゃんと。けで書いてください。か、んまあいいや。まあいいこれ、既読にしたって無理やったっけできひんかったっけこれ。まあ悲しいなき。既読にするってないのまあいいや。 えっと、なんで人にそんな優しいのですかまあ、生まれながらにして僕がこういう優しい人間やからですね。はい。嘘でそんな、えー、別に優しくはないですよ、僕。なんなら、コミクソ人間の類いなんで。<laughs> 優しいって見えてんのは、もしかしたら、僕の表面しか見えてないって可能性がありますね。はい。次。人狼初めてやる時って、九人村から始めてましたか えーっとね、僕は6人村から始めまして、てか、だいたい今の 3D 人狼札って6人村から始まるんですよ。だからまあ、めたいこと、そういうテンプレを言うと6人村をやってました。で、9人村解放された僕はもうすぐ9人村に行きましたね。はい。初心者歓迎みたいな部屋があったから、そこで一緒に頑張って、まあ、いろいろやりましたよ、僕は。例えばね。例えば、 まあ、平和村版面で、初心者の頃、騎士で、平和村やったんですよ。で、霊能守るとかね。<laughs> 霊能守られて、占いを噛み抜かれ、おい、何やってんねん、ボケーって言われたりしましたよ、いろいろ。しましたけど、まあ、いろいろやりましたよ。でも、まあ、急に村は僕すぐ行きましたね。基本的に僕も急に人気村にすぐ行きましたね。 リティ人狼殺を例に出すとまあ僕はそれ以外やってないんで、はい、次好きな食べ物と嫌いな食べ物を教えてほしいです b y まる、人の名前入ってますけどこれ絶対こいつが出してないやろなっていう <laughs> 絶対こいつが質問してきてないやろなっていう名前が書いてるんであれですがだってもうちょっと引き出せまあいいや好きな食べ物別 好きな食べ物逆に僕嫌いな食べ物が少なくて食べれるもの大体好きな食べ物なんですよ <laughs> まあ嫌いな食べ物はねあのお漬物でも芝漬けとか梅干しとかはあまり好きじゃないんですよあとはねまあ比率でいうとあのあとは肉と焼肉と焼き魚があった時にどっちを優先して食べるっていったら焼肉を食べるっていうぐらいの感じですね まあ、あと、これは綺麗。マシュマロは苦手ですね、僕。マシュマロはあまり好きじゃないです。他、他はまあ、あとは人間の食べれるも、人間が、普通の人間が食べるものであれば、僕は食べるんで、基本的に。あと、なんかあったかな特段好きな食べ物ってあんまりないんで、あ、ただね、僕ね、ご飯はあまり好きじゃないかな。ご飯。お米が好き、いや、お米好きなんですよ。好きやねんけど、 どっちかっていうと何やろねそのあれ食べる側食べる側って言い方がおかしいなおかずおかずが好きですねでご飯はなんかこう何て言うだろうしあの何かをつけて食べたいとか,かお米単体では食べませんがまあお赤飯とかなら食べますし普通に ご飯になんか塩かけてでもいいからなんかなんか味がないと僕は食べたくないみたいな感じですね食べたくないいや食べるけど食べるけどご飯単体よりはなんかお茶漬けとか卵かけご飯の方が好きですねはい次好きです嫌いですはい僕も嫌いです <laughs> そうです好きですどっちや次 目玉焼きには何かける派ですか教えてほしいです。バイ、〇〇○るまだ絶対こいつが質問してきてないやろうなっていう名前が書いてある。目玉焼きには僕ね、マヨネーズをかける派ですね。まあ、醤油はちょっと辛いかな。てか最近そ僕そもそも目玉焼きがあんまり好きじゃないんですよ。目玉焼きか卵焼きなら卵焼き派なんで。てかいつも思うんですけど、面白いのがなんで目玉焼きって、 卵焼焼ききっってて砂砂糖糖入入れれのに目玉焼きって砂糖入れないんでしょうね普通に謎じゃねって思うんですよ。<laughs> 普通入れてもよくねって思うんですよね。だから同じ卵やのにいろんな食べられ方してるやっぱ卵ってすげえなって思いますね。はいまあ、僕は目玉焼きにはマヨネーズ卵焼きには砂糖派です。まあだし巻きも美味しいけどな美味しい。ただ目玉焼きはあと僕ね肩焼き派です。 半熟嫌ですなんかドロッとしてるのが嫌や。<laughs> な、なんか嫌や。な、か卵かけご飯食べるくせにな。でも俺生卵食べなくねそもそも。生卵だけって。な、食べへんな。なんかいつもすき焼きとかで卵といたりとか、親子丼に卵といたりとかするけど、生卵って卵かけ、卵単体での生卵って食べないっすね。僕、あんまり。はい。次。 パンはパンでも食べられないパンはピーターパンですか教えてほしいです。バイ〇これも絶対こいつが質問してないやろなっていう質問ですね。パンはパンでも食べられないパンはピーターパンですか、まあ、ピーターパンはね、初太で食べることができるんで、あの <laughs>、なおかつまあ彼は妖精ですが、受肉してる可能性があるので、人肉はなんかクソまずいらしいですか食べれるから。 サイコパス的に言うと食べれますね、ピーターパンは。だから、パンはパンでも食べられないパンっていうのは、まあ、やはり普通にフライパンとかですかね。フライパンは人間じゃ多分食べれないと思うんで、まあ、もしこの世界のどこかに、あの、フライパンがね、食べれる人がいるのであれば、その人には誠に失礼なことを言ってしまったなと思いますが、まあ、基本的には、基本的にパンはパンでも食べられないパンは、僕はフライパンだと思います。はい、次。 えーっとちっちゃめああそういうこと俺に関係ない質問やから飛ばすわ <laughs> これはそいつに送るわ直でまあいいやちゃんの彼女ってどんな子やろ気になるか白もちゃんに聞いてちなみに別れる予定ないのかなこんなこと聞いて嫌われるよまあないでしょうね多分まあ まあ基本的にね男であのなんやろうまあ欲しいのであれば奪いはいいだけなんで <laughs> クソみたいなこと言ってんな欲しければ奪えってぐらいなんでね僕はまあ僕は奪わないですが欲しいのであればしっかりそのね肉体を全て使って奪い取るのが 正当じゃねえかないかって思いますね、はい、もし振り向く機会がなくても,も奪いに行けばワンちゃんね泣きにしもあるはずじゃないかなって思いますはい男性は基本的に下半身に脳みそがあるって言われているんで <laughs> ぐらいかなはいまあこんなわけで今回来た質問はこれにて返答終了です あと10秒、じゃあと50秒ちょ、10分は超えたいね、いつもこれ。だから、いつもこれ10分は超えるように話してるんですが、なんか今回あんまり。てか、いつももうタイムを見ながらやってるからあれかな。ぐらいですね。なんか今現在、チャンネル登録330人超えたんで、誠にありがたい限りやなって思ってます。では、明日、2月13日土曜日。 は、えー、っと夜10時より人狼ガチ勢並びに配信者の方を集めてアマンガスをやりますのでぜひ暇な方もしくはお時間のある方ね来ていただければありがたいなって思っておりますいろんな方が配信されるんであのいろんな方の視点回っていただければいいんじゃないかなって思っております僕視点はあの後にねあの動画化しますんではいそれではありがとうございましたお疲れ様です